こんにちは、センターシリアルの、メイキングアーカイブ IL2C、シャープ6の13、第13回ですね、始めたいと思います。よろしくお願いします。どっぷりハマってきましたねまああれからいろいろ考えてたんですけど、やっぱりもうちょっと掘り下げないと後でハマりそうな気がするので、もうちょっと考えたいんですが、ちょっとなんか時間をこう考える時間、何もこうなんていうんです、映像化できない部分が増えてくる感じなので、まあそのあたりね、基本的に僕はビデオの動画できれば編集したくないと思ってたんですが、全くだんまりの時間が増えてきても見てる方はつまんないと思うので、まあちょっとそういうあたりはカットして進行していきたいと思います。で、頭の中整理するために少し考えたことがありまして、この後今ホワイトボードに書いてあるのもあるんですが、先にこんなような図を書きました。これはまあ、IL に似せた、まあ、独自言語というかですね、ちょっとエッセンスというか、この問題のエッセンスみたいなものが抽出できないかなと思って、ちょっと妄想的に書いたものです。まあ、妄想といっても別に、プログラムはなんか見ればなんとなく分かってもらえるかなと思うんですが、まあ、なんかこう、抽象化された表現で、シンボル1とかシンボル2とかで、シンボル表現。まあ、ここで言うとこの、シンボルというのは、ローカル変数または、スタックですね。スタックを表す、まあ、何らかの、シンボルだと思ってください。で、そいつに、まあ、例えば1を入れ、2を入れ、これはローカル変数なら、まあ、ダイニュースだけですね。ロード、じゃあ、ST ロックとかで。で、スタックの場合はプッシュしてるみたいなイメージで捉えてもらえればいいです。そして、まあ、アットする場合ですね。まあ、アットの命令があって、で、シンボル1とシンボル2を足した結果をシンボル3に入れますと。で、まあ、何らかの、こう、ジャンプの、まあ、命令があり、コンディションによって、なんか、ジャンプするかしないか判定され、それに外れた場合はそのまま下に行くので、リターンでシンボル3の値を出力して終了するというような意味合いですね。で、逆に、ジャンプが条件を満たした場合は、条件分岐で分岐先 IL1 というラベルが ついているところ、あ、ここですね。2行目のところへジャンプすると。で、この構造を考えたときに、これローカル変数なら、まあ、ほぼこの通りですよね。まあ、ちょっとこの辺、無駄を感じる部分があるんですが、まあ、例えば、シンボル1、シンボル2、シンボル3というローカル変数を用意して、それぞれに、まあ、ほぼ同じようなコードを出力してやれば、それで、満たされると。で、これがスタックになると、このアットした結果というのは、シンボル1とシンボル2ってスタックから消費、ポップしているので、アットの計算直前にはスタックには値がない状態。で、計算した後、スタックにその計算結果をプッシュしますよね。だからこれがシンボル3に相当していると。なので、この後ジャンプインフで、IL1 のラベルに戻るときというのは、実はなんかこういう、計算というかですね、こういう再解釈をする必要がありますね。つまり、今計算したシンボル3の中に入っている値をシンボル1に読み替える必要がある。で、読み替えて、IL1 に行くと、そうすると今度シンボル2に、2という値が入り、そしてアットすると。いうことで、ここでようやくそのループが実現するというわけですよね。でもさっき言ったように、これ単にスタックではなくてローカル変数だったら別にこんな読み返しなくても素直にシンボル1、シンボル2、シンボル3とかってやればいいわけですよ。で、このあたりですね、矛盾があるとすると。で、さらに問題なのが、この読み替えというか値の置き換えができない場合がある。つまり、シンボル1はもともと、まあ、これ例えば32ビットの整数だったら、シンボル1って32ビットですよね。イント32t とかになるわけですよ。
で、ところがアットするときに仮にシンボル2が、ネイティブイント型だと、イント3にとネイティブイントを足すとネイティブイントの結果が返ってくるという、定義になっていました。これですね、これで言うと、イント3にとネイティブイントを足すとネイティブイントが返ってくるということは、シンボル3っていうのはネイティブイントになるんですよね。で、まあ、そのまま戻るなら、これ、リターンでネイティブイントで、まあ、仮にメソッドの戻り値がネイティブイントになっていれば、まあ、それはそれでいいわけですよ。C シャープで言うなら、イントポインターですね。に、と定義されていれば、まあ、ついつまは合う。ところが、ここでジャンプイフで戻るときに、この読み替えをしないといけないですね。で、シンボル3がイントポインター、ネイティブイント。で、こっちは何だったかというと、最初にイント3に入れてるか、これイント3になんですよ。なので、この値の最大によって成り立たないんですよね。で、読み替えをすれば、まあいいかもしれない。つまり、ここから戻ったら SIM1 というのは SIM3 を参照するように読み替えると。いうふうにすれば、一応この疑似言語の上では、コードとしては成立する。ところが、新言語に落とすときには、それって無理ですよね。実行時に置き換えることになるので、無理なので、なのでもうちょっと、なんか考え、どうやってやったらいいのかを考えなきゃいけない。で、まあ、この後、説明しますけど、なんとなくですが、なんか、その読み替え済みのソースコードを新たに別に出力して、まあ、GoTo で飛ばしたりでいいんですけど、まあ、する必要があるんじゃないかなっていう気がします。その後なんか再評価した結果というのは常に SIM3 はネイティブイントになるので2回目以降のコードとしては同一になるからまああとは使い回せばいいみたいな感じになるんじゃないかなという気がしていますが難しいですね。で、それを端的に表したのがこれで、@の計算の0回目は、SIM1 と SIM2 を足して SIM3 を得ると。ところが、アットの、2回目以降、アット1からアット N の計算は、SIM3 と SIM2 を足して SIM3 を得るっていう流れになるんですよ。だから、まあ、この2つですね。2つのパターンが必要になるということですね。だから、当然ソースコードも C 言語は、静的にコンパイルされるので、なので、この2パターンのソースコードがソースコード上に、コードがソースコード上に現れないといけないはずだという論理的な帰結になると思います。そしてですね、私はこれを考えているとき、なんかに似てきたぞ、なんかにと思ってるんですが、これはですね、つまり我々型推論に足を突っ込んでるような気がするんですよ。っていうようなことをちょっと今次に考えてて、で、それが、今のホワイトボードに書いているこれですね。ちょっとホワイトボードになった途端画質が悪いんで申し訳ないですけど、さっきのは写真だったんで綺麗に見えてると思いますが。この図は、これ何を表しているかというと、C シャープのコードで、まあ、こんなようなコードがあった場合、対応する IL はこうで、で、それを IL2C で、変換したら、まあ、こんなコードが出てほしいよね、みたいなことをちょっと、わかりやすくするために、書き出したものです。で、C シャープで新たに書きました。ちょっとさっきので、ね、1たす2になってたんですけど、まあ、ちょっともう1と1を、足す。で、まあ、コンディションがちょっとここは与えられてないですけど、何らかのコンディションの分だけ繰り返すみたいなコードですね。で、計算した結果を、リターンで返すという、まあ、単純な C シャープのコードなんですが、これがまあ、ロスリーによって IL にコンパイルされると、まあ、こんな感じになりうるだろうと。で、これは例です。上が、人間が考えうる最適かな、多分最適なコード。要するに高度に最適化されたコードですね。で、下はもう愚直に出力したパターンで、多分、C シャープをデバッグモードで、
コンパイルすると、そうするとこんなようなコードが出るだろうという感じです。でそれぞれについて、じゃあ今想定している感じでその C のコードにIL2C で変換したらどうなってほしいかというのを表したのがこちらのソースコードです。まあ、ちょっと最後のこれはまた後で説明します。で、どうなるかというとですね、まあ、ちょっと先に最適化されたやつを書いちゃったんで、先に下を説明すると、C シャープのコードでは A に1を入れて B に1を入れて、で A イコール A たす B を計算して、コンディションが満たされればラベル1に戻る。なので、B に再び1を入れて A たす B っていうような感じで、要するにコンディションが満たされるまでずっと1たす1たす1たすみたいな感じの計算をするわけですね。で、これを愚直に変換すると、まずローカルズで、ローカル変数領域 A と B を定義するはずですよね。2箇所、2つ。インデックス0と1を定義します。で、LDC I4 1ST60。これは最初の A イコール1に相当しますね。これはラベルの範囲に含まれていないので、繰り返し範囲に含まれていないので、最初の1回しか実行されないでしょうと。で、ごめんなさい。そうすると間違ってます。ロードロック、ごめんなさい、このラベルは1個上でした、ラベル1、ちょっと字汚くてすみません。はい、で今度ここは数値の1をST ロック1なので、ローカル変数領域1番のインデックス、つまり、B ですね、 B に入れる。つまりこいつは、A イコール1に相当し、こいつは、B イコール1に相当するわけですね。で、まあこいつにラベルがついているので、なのでこう繰り返すときにはこの B イコール1にジャンプしてくるっていう、まあそういう寸法ですよね。これまあ、よくよく考えると、やらなくてもいいですよ、毎回。ループするときに、毎回 B イコール1でやらなくても、B はもう1って代入されたら、そこで固定されているので、やらなくてもいいですけど、まあ、ちょっとそこは、差し引いて考えてください。ちょっと、最初の例が少し悪かったです。すいません。で、その後、ローカル変数領域0と、ローカル変数領域1の内容を、それぞれ、スタックに、取り出してきます。で、プッシュします。そしてアットします。で結果がスタックに入っているので、それはそのまま ST ロックで0に入れます。つまり A ですね。なのでそれでもってこの A イコール A たす B というのが実現されている、 A たす B というのが実現されているわけですね。で、あとコンディションを判定して、コンディションが満たされればラベル1に戻る。つまりここへ戻ると。ちょっとね、このコンディションの式は、IL でいうところの1命令でできるわけがないので、実際にはここは数命令あるような気がするんですけど、まあちょっと省略しますね。で、もし条件満たさない場合は、すぐ下のロードロック0をしてリターンするので、つまり、この、イント3人の値を、スタックに積み直して、そしてリターンすると。つまりリターン A に相当するわけですね。この部分がリターン A ということですね。はい。まあ、素直ですよね。あんまり、なんというか、凝ったことはしてないと。じゃあ、最適化されたバージョンのことについて考えます。ロズリンは残念ながら、最適化モードを有効にしても、まあ、ここまでのコードは出さないんですけど、でも IL としてはかけて実行できるので、このバージョンのこともちょっと考えますね。こいつは、まずスタックに、LDC I41 なので、1を、数値の1をスタックにプッシュします。そして、まあ、ラベルついてますけど、もう一回1をプッシュします。これが、A イコール1と、ここが B イコール1に相当しますね。で、これで2つの値プッシュされてるので、マットで計算する。で、計算すると、計算結果って、スタックにプッシュされてますよね。
で、BR 今度でそのコンディションが満たされる場合ラベル1に戻ります。そうすると値が1個プッシュされているので、もう1回この LJCI41 で値をプッシュすると、スタックには2つの値がプッシュされていると。なのでその後後をするとですね、計算上ついつも合いますね。で、結果が1個だけプッシュされる、そしてコンディションが満たされていればまた繰り返すって感じで、この繰り返しについてのついつまはスタック上で合ってますよね。で、じゃあコンディションが満たされなかった場合下行きますけど、そうするといきなりリターンです。で、リターンは、スタックに1個値がプッシュされているっていうことを想定している。それは何かっていうと、このアットの計算結果ですね。計算結果がプッシュされているので、ここもこれでついつまが合っていると。というわけで、このなんか長い IL は、まあ、ここまで短縮できる。これ以上短くはならんような気がするんですけど、まあ、こんな感じですね。それからコードに最適化されたやつは、こんだけ短くなります。これとこれを比較すると、まあ、結局一言で言うと何かというと、あの下の冗長な方はローカル変数領域を使って、まあ、うまいこと計算するコードになっているけど、上の方はもうスタックを駆使してスタックだけでその計算ができるように、まあ、うまくもうこう IL を組み立てているということになりますね。はい、じゃあこれを IL2C で変換したらどうなってほしいのかっていうのに掘り下げます。まずじゃあ下の冗長な方からいきますね。ちょっとなんかこう赤枠とか青枠で今カッコくくってあるんですけど、これはちょっと後でまた説明します。で、まあここら辺はローカル変数の宣言の部分で、ローカル変数0とローカル変数1でスタック0とスタック1みたいに、要するにローカル変数領域として使うローカル図ですね。この部分、どうしようかな、ここの部分と、それから、内部で抽出されたそのスタックとして使用される部分を保持するためのローカル変数の2本立てになってて、合計4個宣言されてます。で、最初にまあスタックに1を代入します。これは LDCI41 に相当しますね。で、それからローカル変数領域0にスタック0の値を代入します。めちゃくちゃまどろっこしいですけど、忠実にこう1対1で置き換えていくとこういうことですね。で、同じように LDCI41 はまたスタックの0に1を入れます。そして、STLOCK1 はローカル変数領域の1にスタック1の内容を代入しますという感じですね。できてますねとかいう感じですけど、まあまあこうなりますと。これこういう冗長なコードはC のコンパイラーがきっとうまく最適化してくれるだろうっていう思いもあります。まあそれはまあ今後検証、早いうちに検証したいなとは思ってますけども、まあ、で次いきます。で、今度、ローカル変数領域0の値をスタックの0に、代入します。これはロードロック0に相当しますね。ちょっとラベルの位置がこっちから元に書いたので間違ってますね。これの上側のここがラベル1が上についてる感じです。ちょっとすいません、汚いですけど。で、ローカル0をスタック0に入れます。これはロードロック0に相当します。ローカル1をスタック1に入れます。そうするとこれはロードロック1に相当します。で、これでスタック0とスタック1のローカル変数領域に値が入ったので、スタック0イコールスタック0プラススタック1という計算をすれば、そうすればアットに相当しますね。で、これでスタック0に計算結果が入っているので、今度は、STLOCK0 だからスタック0の値をローカル変数0にここに代入するというコードを書けばいいと。まあなんとなくですね、まさに1対1 でしかも今だと IL コンバーターのアプライでどうやってソースコードを生成するかみたいな話があるんですけど、まあこれならあそこの実装についてはすごく簡単そうですね。もう機械的にやればよく、多分
あのもうストリングフォーマットで、あのガリガリとこんな感じでフォアのフォーマットしていけばいいので、あの非常になんか楽なコードになりそうな気がします。で、まあ BR なんとか BR コンディション、ラベル1っていうのは、まあ、IF でコンディションが判定され GoTo ラベル1みたいな感じのコードを書けば GoTo でラベル1に飛ぶのでここへ来る。だから、こいつに対これ、こいつでいうとこのこれがここへジャンプするっていうのが再現できると。で、条件を満たさない場合は、これですね、ロードロック0は、ローカル変数領域0の値を、スタックに代入し、スタック0に代入し、そして、最後のリターンで、スタック0の内容を、リターンすると。はあまあいいはずですよね。全部全て1対1に対応してますね。で、検証しなければいけないのは、GoTo ラベル1に飛んだラベル1で、ここへ飛んだ時に辻褄が合ってるかなんですけど、この直前で計算結果はスタック0に入った後ローカル0に入っています。なのでローカル0には計算結果が入っています。この状態でラベルに行きます。そうすると、ローカル0には計算結果が入っている、そしてここでローカル1に1を入れ直す、そして、ローカル0と、つまり最後の計算結果ですね、それから今ここに入れた1がそれぞれスタック0と1に入り、そして、足し算を行うっていう感じで、ついつまも合ってますね。もう冗長すぎてやたらややこしいですけど、あの全てこの方法でやればついつまが合うことが分かります。じゃあ今度、最適化されたコードだとどうなるかですね。で、まず、ここの中ではもう最適化されているバージョンはローカル変数の宣言ないので、なので対応するローカル変数も生成されない。ただしスタックは使うので、使うスタック、スタック0とスタック1は用意しておきます。で、最初の LDCION1 はスタック0に1を代入するっていう、まあ、ダイレクトなコードを書きます。それから、LDCION1 もう一回実行するので、今度はスタック1に1を代入するというコードを書きます。合ってるよね。うん、大丈夫だね。本当ね、なんか両者を考えてると頭が混乱してくるんですけど、で、これでスタック0とスタック1の内容は値が入っているので、スタック0イコールスタック0プラススタック1ってやると、そうすると、足し算を行い結果がスタック0に入りますね。でその後コンディションの判定を行い、条件を満たしている場合はラベル1に戻ります。ラベル1は、スタック1に1を入れて、そして足し算の計算をするんですけど、ここで参照しているこのスタック0というのは、直前に計算したスタック0の値が入っているはずなので、なので計算のついつまが合いますね。ここを繰り返すことによってついつまが合う。条件が外れた場合、すぐにリターンなので、リターン分というのはあのスタックの0番目の値を取り出してきて、そして値を返すという流れなので、まさにリターンスタック0でいいと、こういう感じですね。なので、まあ人間の目で見てもこれならなんかまあ分かります。家族性は普通というか、まあ、あの GoTo 使うかよみたいなのありますけど、まあ、ちょっとそれを除外するなら、まあ、家族性としてはまあ普通かなと。まあ、こっちはね、たどるの大変ですね。あのローカル変数とスタックのその関係をたどっていくのは大変なんであれですけども、まあ、機械的に1対1で置き換えていくとこういうことになると。そして問題なのはこれですね。これ何をやってるかというと、あのずっとあの前回前々回から問題になっているアット命令というのは、いくつかアット命令ってオペランドも取らないので、あのアットって書くだけなんですが、その動きについては実行時の挙動によって変わってくる。何が変わってくるかというと、int32 を足すと、int32 の値が返ります。だけど int32 と、ネイティブイントのを足すと、
ネイティブインプットが入りますというふうに、計算結果に応じてその戻りとなる値の型が変わるんですよね、これ。言い換えるならば、計算した後にスタックに積まれている値というのの型が違う場合があるということなんですよ。その条件は入力されるこの日の値の型に基づいて元日の型が変わってくる場合があるということなんですよね。で、これが何が問題かというと、この最適化されたバージョンの、あの C のコードを見ると、スタック0とスタック1って最初にローカル変数なんでね、ローカル変数なんで最初に int32t って両方とも宣言してるんですよ。で、その後足し算をした時に結果をスタック0に入れてるんですけど、ということはスタック0は int32 型でないといけないっていう前提に立ってるんですよね、このコードは。もしこれがネイティブイント型を変えてくると代入できないですよね。まあ代入すると精度が落ちるというか、ネイティブイントは64ビット環境なら64ビットになるんで精度が落ちてしまうので、このコードはまあまずいコードになると。じゃあどうするかっていうのが、散々悩んでることです。で、仮にまあこうなればうまく動くだろうというのを書いたのが、こっちのコードですね。で、これ戻り値はイントポインタ t にしてあります。ネイティブイントに対応するものとしてイントポインタ t として宣言してあります。で、スタックを分けます。スタック宣言を、まあ、分けないと代入そもそもできないのでしょうがないので分けるんですが、最初に使ったスタックの値ってイント 32t ですね。まあ、これは変わらない。ただし、スタックに、0アンダースコア0みたいな感じで、区別できるようにし、型が違うバージョンについては、後ろの、番号ですね、これをインクリメントした値に変える。で、2つ目のスタック1については、まあ、この例で言うならば特にコード型が変わることはない、まあ、それどころか毎回なんか代入してるんで変わんないですね。なので1個だけでいいはずだ。で、これ変換を順番にやっていくと、まあ、最初は LDCI41 なので、スタック0の0に、1を入れる。で、これですね。で、次に LDCI41 でまた、int32 の値を入れます。ここで、スタック1の0は1と。なんで、ここの部分はまあ、ローカル変数のシンボルが変わっただけなんで、まあ変わってないです。そして、計算します、スタック0の0とスタック1の0を足します。その結果をスタック0の1に入れます。0の1、これ新しく作ったイントポインターキーですね。ちょっと博士に聞きましょう。つまり、これが、これですね。これに相当します。最初の値はこれですね。最初の値をちょっとマークをつけましょうか。これとこれですね。はい。で、まあ計算結果が変わったとするならば、ここのアットによって変わったとするならば、こいつは当然0の0と互換性がないので0の1にしないといけないということになると。で、コンディションがコンディション判定してコンディションが満たされた場合、ラベル1に戻ってしまうとついつも合わないですよね。計算した結果スタック0の1に入ってるけど、次にここに回ってきた時に この式で想定されるのって、0の0なんで、0の1ではなくて0の0を想定しているんで、ついつも合わなくなってしまう、バグになってしまうので、実はラベル1にはいけないんですよ。で、どうなるかの前に、ちょっと、コンディションが満たされなかった場合先やっとくと、満たされない場合は、結果が、スタック0の1に入ってますよね。ここに今代入したので、そいつをリターンすればいいということなんで、まあ、これはこれでいいと。じゃあ、条件満たした場合どうなるかというと、式が、
こうなるんですよね。スタック、スタック0の1を足して、スタック0の1に入れる。そして、まあ、その後の処理は一緒だから、まあ、GoTo ラベル3で、ここのコンディション判定の方へ、まあ、ジャンプしてますね。このソースコードを見ると、まあ、結局どうなのかというのは、この計算してるここの行ですね。ここの行が違うわけですよ。この、スタック0への参照が、最初の値なのか、それとも前回の計算した結果の、参照なのかっていうのが違ってるということですね。これがさっき擬似的に、書いていた、この擬似的に書いていたコードの、ここら辺の話ですね。ここら辺が、アット0とアット N の場合によってその参照するシンボルが違っている。これで言うなら、ちゃう。これで言うなら、ここの部分、書きにくいと、ここの部分ですね。この部分。ここの部分の違いが、この、ここに対応しているということですね。で、さっき我々はひょっとして型推論に足を突っ込んでるんじゃないかという話をしたんですけど、それがここですね。結局最初に使われた、0番目の値、これは固定の値で、ここですね。ここがヘルデーシーアイオン1っていうのから固定的に生成されているんですが、これはまあ I4 なんで、要するにイント32の値ですよと。だから、ローカル変数領域はイント 32t にならなければいけないと。ですが、足し算した結果はネイティブイント型になるとするなら、もう型が違うので、こいつはネイティブイントにならなきゃいけない。で、型が違うから、そうするんですけど、そのためには型が推論されていなければならない。ということでですね、まさか IL2C をやってる時に型推論をやらなければいけないかって思ってなかったので、ちょっと微妙に目の前が暗くなってるんですけど、問題はこういうことですね。ようやくなんかこうまとまった気がするんですが、ちょっと、ここまでが今分かったことです。ちょっと一回、切りますね。写真を撮ったんで、載せときます。こんな感じです。こんな感じですね。はい。とりあえず、ビデオは、13回は一旦ここで、切って14の方に移します。